大橋清倉は、学校法人といった学園三田国際学園、中学校、高等学校学園長。一般財団法人新時代教育研究所代表理事。元、学校法人純真疲労学園疲労学園、中学校、高等学校理事長。中等教育における学校改革で知られる。大橋は、中等教育における学校改革で知られる。 学校教員の経験はない。若い頃に参加したボーイスカウト活動でスカウトの小さな子供たちから勉強を教えてよと頼まれて寺小屋のようなことを始めたことが教育界に目を向けたきっかけという大橋の学校改革の成果は手がけた2校の受験者数において顕著に現れている。2019年4月時点で 東京都内の高校の受験者数最多校は疲労学園で次が三田国際学園だった。これは前年度においても同様である。大橋は子供に必要なのは社会で活躍するためのスキルであり教育の原点に立ち返るべきであると大学受験や大学合格実績などを重視する昨今の学校の姿勢を批判しており三田国際学園で 学校改革に取り組む最大のきっかけも、18歳の瞬間最大学力を高めるだけではなく、世界のやり方に目を向け、将来を見据えた教育に変えようと思ったことだと、述べている。そのようなことから、三田国際学園では、グローバル社会に必須の英語と AI を使いこなすための数学に注力するほか、文部科学省が2020年に掲げた、 新学習指導要領の主体的、対話的で深い学びについては思考力を養う相互通行型授業を以前から行っている。学園長の大橋清面名義で2019年9月にアマゾンで電子書籍 LGBT 言論を破壊する者たちからが発売され問題になって報道された。JCAST と TBS の報道では 著者の名前や学園名は伏せられた。大橋清倉が代表理事を務める一般財団法人新時代教育研究所によれば、成りすまし書籍は大橋清倉の著作物ではなく、東京地方裁判所への提訴を経て、アマゾン社から発信者情報の開示を受け、発信者、著作者の成りすましについては、当局の捜査に委ねているとのことである。ありがとうございます。